俺の名はモブオ。道に迷って腹が減ったので、何やら二重の意味でヤバそうな悪魔的な実を食べてしまった。ごっくん落ちました。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。モブオさん、それを食べたらゴム人間になってしまいますよ。それくらい予想はついてるさ。だから食べたんだよ。どういうことですか。つまりこれを食べれば有名漫画の主人公のようになれる。そうすればボンキュッボンな美人と一緒に海を旅できるんだ。伸びる。ゴム人間なんていいこと尽くしだよ。なのになんでフラグが立つの。もう何でもかんでもフラグ立てればいいってもんじゃ。あ、そっちは大丈夫ですか、モブオさん。大丈夫だよフラグちゃん。こんな時のためのゴム人間だからね。ほらね、このまま足が崖下につけば地面に衝突せずに降りられるよ。よし、地面に足がついたね。死亡フラグじゃないって。危険です、すぐに手を離してください。なんで、うわ、上に戻っていく。なんで。それはゴムの反動です。そうだ、手を離せって。そこで離しちゃダメです。どわ、離せって言ったじゃん。モブオさん、パンチ。どわどわどわっつっ。バインバインして助かったよ。ゴム人間じゃなかったら即死だった。ってことはさっきも手を伸ばすんじゃなくてバインバインしたら助かったのか。やっぱゴム人間って最高だな。そうだ、あの実をもっと食べれば。いけません、それも死亡フラグです。なんで。あの実は食べれば食べるほど体のゴム化が進むんです。だからいいんだよ。よくありません、最後にはドロドロに溶けてしまいますよ。人間の形を保っていられません。マジ。おい、そこのモブオ、貴様ゴムの木の実を食べたな。あ、はい。あれを食べた人間の体は高く売れるんだ。つまり貴様を狩るゴム人間狩りじゃ。なんだよそれ。そうだ、ゴムゴムパンチだ。これなら勝つる。うまくいかないと思いますよ。どうして。モブオさんは海賊王ではありません、ただのゴム人間です。ゴムパンチをすれば反動で自分も後ろに吹き飛びます。さっき飛ばされたことをもう忘れたんですか。でも海賊王はドッカンドッカンパンチ決めてたよ。あれはゴムの力というよりは主人公のパンチの速さがすごかっただけです。モブオさんはそんな速いパンチを繰り出せますか。ごちゃごちゃうるせえぞ、おとなしく捕まりやがれ。うわ、もう襲ってきた。やるしかねえ、モブオペンチ。やった、当たった。うわモブオさん、目が回る。うわ、あっちモブオさん。フラグちゃん、絡まってほどけないよ。私言いましたよね、今ほどいてあげますから。ありがとう。弾む。ゴムだからすぐ元の長さに戻るんだ。やっぱゴム人間はいいな。まだ懲りてないんですか。うん、特訓すればスーパーゴム人間になれるはずだ。スーパーボールになるだけです。さっきはよくもやってくれたな。追いかけてきたよ。言ったろ、お前は金になるんだ。いや、私の体だけが目当てなのね。そうじゃねえ、実験体になってもらうんだよ。さあ覚悟しやがれ。どうしよう、パンチしたらまた飛ばされるし。そうだ、パンチせずにパンチさせればいいんだ。そうすればバインバインして助かるぞ。一発パンチしてくれ。それでどうかさっきのパンチはなかったことに。言われなくてもパンチしてやるよ。いけません、ここは場所が悪いです。場所。うおーるやぐほっ。止まらないよ、いつまで弾み続けるんだ。だから言ったんですよ、トンネルを抜けるまで跳ねながら反省してください。そんな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 ん。やっとトンネルを出られた。おい、まだいたのかよ。その横の女もなんか珍しいな。一緒に捕まえて売り飛ばしてやるぜ。なんてこと考えるんですか、野蛮です。やるぜ、どりゃ。フラグちゃん、危ない。あ、何するんですか。ちゃんと手を繋いでるから大丈夫、俺最強だから。無謀さん、助けようとしてくれたんですね、ありがとうございます。あ、だだ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 。こっちへ来いよ。フラグちゃん、手を離さないでよ。離したら反動でひどいことになりますね。獲物は絶対に逃がさねえ。モブオさん、このままじゃちぎれちゃいますよ。そうだ、こうなったらゴムの特性を生かして。何してるんですか。お腹に息を溜めてゴム風船みたいに膨らむんだ。疲
捕まえてみろよ。お尻ペンペン。敵を前に煽るのは死亡フラグですよ。え、あ、何するだ。うわ、やめろ。あっち行け。ちゃん、はっ、え、モブを破裂してデッドエンド。ここだぞ。マジかよ、でっけー。興奮してきた。人がいっぱいいますね。なんだか緊張してきました。ついに私たちも初めてのポップアップストア開催だ。夏だ、海だ、クラフトアニメだ。なんと俺たちのポップアップストアが開催決定だ。開催期間は8月6日金曜日から8月15日日曜日まで。開催場所は渋谷モディの7階イベントスペースです。ストアでは限定の書き下ろしイラストを使用したグッズを販売するぜ。水着姿のって俺たちをゲットできるぞ。何ですかその言い方は。グッズの通販も実施予定ですよ。詳細は概要欄をチェックしてくださいね。がっぽり稼いで全部私の儲けにしましょう。おい、聞こえてんぞ。俺たちのキャラパネルや展示物もあるから楽しみにしてくれよな。今後のポップアップに関するお知らせはプロットストア公式ツイッターをチェックしてください。みんな遊びに来てくれ、待ってるぞ。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。